お待たせしました！イェーイ！イェーイ！俺がやりたいからやるぜ！ときめきメモリアル。おまけ枠。やりたくて仕方がなかった系男子。これですね、土曜日ぐらいかな？の夜にですね、なんかやってしまい、いつだか、え、土曜日、日曜日の夜ぐらいかな？やっちゃいまして、とてもですね、私の、この、なんていうんですかね、私の、何ですかね、心を、ハートをですね、熱くさせてくれた作品、久々にね。そのわけで、この30分、後半でしょ？後半で続くよ。そんなわけで、今回は、残り30分ほど、おまけ枠はね、いろいろ自由にやらさせてもらいますよ。自由に俺がやりたいものをやる。みたいな。ただね、本当は、あれやろうと思っていて、あれっていうか、シリーズもので溜まっているもの、例えば、メゾンド魔王であったりとか、ビーザブートキャンプとかね、を、がっつり連続でチャン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 ってやって、終わらせるっていう方向で持っていこうと思っています。まあ、とりあえず今日はね、リハなんで、やりたいのやる。はい、そんなわけで、キサラギさんね、キサラギさんと、とりあえず、今回、30分でどこまで進められるかですけど、おはようございます。また頑張りましょう。おはようございます。30分でできることって、結構ね、限られてるんですよ。まあだから、ちゃちゃっとやって、いきゃいいんじゃねえのっていう感じですね。タンタンタンタタタタタタタ。で、どこまでやったっけなって話です。お、何もやってんのに始まったぞ。ごめんなさい。ごめんなさい。使っちゃったね。3回。これ結構ね、一部で人気だったんですよ。館林美晴っていうんですけども。どうも中村です。今日は1月28日。2月3日。ねえ、キサラギさんの誕生日でございます。プレゼントをしつつ、で、その後にデートを入れるっていうですね。動物園にコアラ、行くしかない。完全にですね、はい、キサラギです。したいものをしていきますんで、今日は何のご用？とりあえずは、10時から11時を、明日から。やっていきますんで、よろしくお願いします。それからは、まあ、こんな感じで、まったりと、まったりとします。2月11日、動物園に。はい、いいですよ。ちょうど30分くらいがちょうどいいかなって、2時間をね、ちょっとガッツリやりすぎちゃった。で、理系曲げてきつつ、結構容姿も大事だっていうことが分かったので、やってみます。そう、でもしおりはいいって。とりあえず一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。そう、恥ずかしいし。当時ね、人気投票があったんですよ。キャラクター人気投票。ごめんね、さよなら。で、その中でぶっちぎりの1位がいたんですけど、はやっぱり
勝利だったんですよね。ぶっちぎりの1位だった。あ、キサラギさんの誕生日じゃないか。どうしようかな。しますよ。問題はね、ここで何をするかっていう話なんですよね。ゲーテの刺繍、まあこれなんだろうな。実験参照。こういうの。まあ、相手のね、比較的相手の、その、趣味に合ったものを送ればいい。何かご用？ありがとうございます。ありがとう。開けてもいいですか？こんなに素敵なものを。一生。一生大事にします。一生とかですね。これね、結構ね、プレゼントは割と好感度アップには重要なので、気をつけた方がいいですよ。気をつけた方がいいってな、要チェックです。で、次そろそろ、ね、テストですね。で、こう、3月14日。2月14日は、しおりの誕生日であり、ホワイトデー、バレンタインデーであるんで、なんかイベントがあるといいですね。で、11日、今週、ちょっとテストに向けて、もうちょい頑張りましょう。芸術とかあんま上げたくないんですけど、まあ、で、ちなみに、今、3人、出てきていますけれども、もちろん登場キャラはこれだけじゃなくて、いろいろいます。キサラギさん。あ、今帰りですか？そう。これ私はキサラギさんを推し、今回は推しですから、がっつり狙ってきますから。一緒に帰りましょう。で、データすっぽかしちゃダメですよ。こんばんは、時間空いたので見に来ました。こんばんは。お子さんおめでとうございます。まあ無理、私もそうですけど、あんまり無理はせずですね、できるところで来てくれると嬉しいです。もう少し待ってみるか。ごめんなさい、準備に時間がかかってしまって。1996年でございます。今来たとこから気にしなくていいよって。それでは中に入りましょうか。さりげなく優しさアピールですよ。今見てきたコアラ、可愛かったですね。コアラね、基本は同調、同調。やっぱりそう思いますよね。基本は同調でいいんで。今日はとても楽しかったですね。はい、いいですよ。はい、いいですよ。今みたいにゲームに、そろそろ帰りましょう。今みたいにそのゲームに声が入るっていうのは、そんな時代的にまだないんですよ。だから、今なんかもうゲームといえば声優が入って、こうキャラクターは、ゆうさん、赤ちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。あ、赤ちゃんじゃない、ゲームに声が入るのがあって当たり前じゃないですか。ただこの時代は、1995年はゲーム、アニメの声優とかがゲームにやるっていう発想がなかったんですよ。だから結構声優でも名前を変えて出てたりとかするんですね。なんでゲームのにみたいな。今も完全にゲームは一つの、ね、なんていうんですかね、地位を確立していますけれども、当時はそうではなかったっていう時期があって、結構ね、だから無名な人とか割とね。さあ、試験に向けてちょっと勉強しましょう。試験前は大事ですからね。雑学もそうだけども、芸術をちょっと上げつつ、だけどね、いろいろと見なさいからね。文系ちょっと強化。だからね、ちょっと声に違和感があるかもしれないですけど、まあ、そういうですね、まだゲーム慣れしてない。今日はバレンタインだね。君にはかなわないが、僕も少々もらったよ。この声、上ついた感じの声も慣れてないからですね。よかったな。ほら見たまえ、
まだあの程度さ。伊集院、レイ。そんなことはないだろうが、帰りにカバンが開いていたら言ってくれたまえ。僕のほんの少しだけ分けてあげるよ。それじゃあまた。伊集院レイです。チョコレートよ。おお、紐を積んでる、元祖積んでる。元祖積んでるですよ、これ。元祖積んでるですよ。この当時、本当に真面目に言いますけど、20年前ですから、20年前に積んでるなんていう言葉はない、そんなキャラクターなんてほとんどないですけど、こいつは、ある意味こいつが元祖。ひもさんが本当に。これを食べて出た症状を、レポートで提出してね。それじゃ失礼。何が入ってんだろう。これ、チョコレートです。どうぞ。やったね。うわ、何そんなはっきり言うの。これは義理かな。しおりはくれない。当たり前のように幼なみじみで、こっちはしおりってやって声を下の名前で呼んでるにもかかわらず、義理すらないみたいな思うんですね。もう超ハードル高いですよね、あいつは。激高ですよ。しおりの誕生日か。しゃねえな、してやろう。これ難しいところでございますね。ピアスって感じじゃねえな。かといってクラシック。まあハンカチ、無難なところでハンカチ的な。別にね、狙ってないんで、正直。嫌われない程度です。はい、藤崎です。時間です。どうしたな、今日は。うん、いいわよ。お待たせ。それで用事って？ありがとう。開けてもいいかな。開けてもいいかな。どうって。うん、大切にするわ。だからね、八方美人ですよ。まあまあ、それ言ったらこいつもなんですけど。さあ、テストに向けて、一目散です。一目散？ 2月18日。ちょっと寝ときましょうね。ストレスがマッハです。そう、これね、一緒に帰らないって言って誘うでしょ。誘ったね、そうで、じゃあ先になんか好感度下がってするわけですよ。噂とかされると恥ずかしいし。だから出てこなくていいよ。ごめんね、さよなら。私の心をズタズタに傷つけていく。ん？フリーモードのアイコンは L2 を使い、そして捕まえるか。あ、そういうことか。あ、なるほどね。イルカのショー、いいですね。水族館行こう。中央公園で桜が満開。早くね？スタジアムなんかいい。中央公園で桜が満開。水族館でイルカショー。25日。まあ、じゃあちょっと連絡入れて、キサラキさんね。さあ、ひたすらね、繰り返していかなきゃですよ。これを。テスト後ね。桜ですね。季節柄ね。あれ、今何が。やっぱりシルビシは最高難易度藤崎攻略か？いや、私は如月さんですよ。今回、如月さんをまず、完全攻略です。
藤崎しおりは、しおりはもうこれから無理ですね。こっからは。はい、いいですよ。やったね。わかりました。まあ、ストレス若干下がったんで、25日に中央公園。このアルゴリズムって何なんでしょうね、これね。そうか、この時代携帯すらないのか。ピポパポ。携帯なんてないですよ。直電ですよ。相手に言うに直電。あ、今日遊べるお父ちゃんお母ちゃんが出たりするんですね。ある意味コミュニケーション能力鍛えられますよね、直電って。そう、ないんですよ。文系をちょっと頑張ってあげていって、3月です。で、しかもね、しかもよーく見てください。3月2日土曜日なのに学校に行ってるわけですよ。そう、何かっていうと、週休2日制じゃないんです、まだ。あ、今帰り。この当時土曜日っていうのは特に、休みじゃないですから。一応午前中授業とかですね、とか。今完全に土日休み、え、あるか、あるのわかんないですけど。一緒に帰って。結構そういう時代背景が違うので。ごめんね。だから、例えば、この、その現代をテーマにしてゲームとかをやるわけじゃないですか。この2015年のね、それを20年後に。20年後にやると、かなり変わってくるわけですよ。え、スマホみたいな。今メガネでしょみたいな。ウェアライブル、何、前に手に持ってんのみたいな。なのかもしれないですよ。だから面白いですね。この当時は完全に土日は完全にありますからね。結構そういうところで違いがあります。芸術をちょっと上げてみます。おっと、さあテストです。ここでセーブを入れて、ダンと。そうですね、今日のやってみて思ったのは、事前にこのおまけ枠で何をやるかっていうのをささっと事前に決めておかないと、割と、その間の時間が結構かかっちゃうなっていう感じですね。第2と第4土曜日とか、休みもあったね。最近は土曜日授業も見直されてるらしいよ。美術がちょっとダメだね。そう、第2第4の土曜日ね。いい感じでしょ？徐々に上がってきた。見よ、キサラギさんよりも上になりました、ついに。まずはそこね。さすがに一桁台にはいかないですね。がっつり上がってきましたからね。ウェアラブルときメモ、あ、ラブプラスか。そう、土曜日授業も変わってきてるようですね。いろいろと時代は変わってくると思います。さあ、それで、ラブプラスね。時代は変わってくるもんです。今違う、ラブプラスじゃなくて、そんなのよりもあれですよ。今女子高生の部屋の中に行けるっていう、オキュラスリフトを使った女子高生の中の部屋に行けるっていうゲームが今開発されてますからね。名前忘れてる。東京ゲームショーで実は出展されるっていう話だったんですけど、あまりにも反響があったんで出展がキャンセルになったっていう、ゲームなんですよ。名前忘れましたけど、もうリアルです。オキュラスリフトっていうのは、その3次元で表示するメガネみたいなもんなんですけども、それの隣に、その 3D の初音ミクみたいなね、イメージ的にはちょっと違うんですけど、初音ミクみたいなその 3D のキャラクターがいるんですよ。で、視点も自分の視点になるんで、上を向くとその部屋の中が全部見渡せるみたいなですね、ゲームがあるんですよ。それをちょっと私もレポートしたかったんですけど、残念ながらできなかった。出た。電波系。ちょっと電波系。ごめんなさい、人違いでした。ドーナツ頭。
私も今来たところですから。遅れなくてよかった。私よくこの公園で涼しい時に読書するんですよ。聞けよ。そうですね、行きましょう。読書するんですよって今日あっち行こうよみたいなそこは会話しようよ。綺麗な池ですね。少し休みませんか。この辺の服が古い。この辺の服が古い。読書でもしようか。いやいや、そうだね。よかった。それならベンチに座って休みましょう。この辺のアヒルのベンチね、方の上の公園とか。今日はとても楽しかったですね。はい、いいですよ。そろそろ帰りましょう。ね。さあ、草薙さんと仲良くなるぜ。そんな感じでですね、まあ、ちゃちゃっとやってまいりました。まあ、ちょっと あと1週間ぐらいやりましょう。なんかシティハンターを思い出す服だな。シティハンター、そうそう。時代をね、だから、私はよくレトロゲームをやるんですけれども、別にね、今のゲームがダメだとか言ってるわけじゃないんですよ。全然。面白いと思いますけれども、ただ、思い出ってあるじゃないですか。自分の、そのね、卒業アルバムであったりとか、そういうのを背景にあって楽しんでるんですね。だから、おそらく、まあ、レトロゲームを楽しめるっていうのは、そういう思い出補正っていうのがすごくあって、さっき言ったように、携帯電話がない時代とか、直電ですとか、土日は休みです、休みじゃなかったとかって、そういうのも含めて楽しんでるって感じなんですよね。結構。さあ、3月14日、ここでのイベントをこなして、今日は、3月終わって4月新学期って2年目です。そう、高校生活3年しかないですからね。しかもこのプレステーション版は結構難易度が高いという話で、私は実はプレステーション版じゃなくて、初代 PC エンジン版とセガサターン版をプレイしてるんで、あとスーファミとかもあるんですけどね。お!なんか隣に出てきた。好感度結構上がってきたんじゃねこれ。いやおはよう。いやおはよう。なんだよお互いホワイトデーは大変だねいちいち出てくる。なんでだよ。僕も朝から家のものを使ってお返ししているが、とても今日中に配りきれそうにないよ。まさか君はお返しをしないわけじゃないだろうね。済み決まってんだろ。ほう、君にも返す相手がいたとは意外だったよ。まあ頑張りたまえ。お、特別にこれね、しおりとか出てこないですからねしおりなんて全くもらってない、もらってないもんですけど、一切欄外です。はい、佐々木さん、ちょうどいいところに来るんだ。どうしたんですか。お返し。私に。ありがとうございます。嬉しいですね。なんか喜んでくれたみたいだぞ。じゃ隣に出てきたし、やったね。これもう間違いない。やつは俺に惚れてる出た。ところでチケなの。そう、チケですよ。みんなチケ。いい感じになってきたんじゃないですか。これ水族館でいるかしょ。いるかしょ。見に行こう。そう、徐々にイベントをね、まだね、はっきり言ってですよ、1年目はね、すべてね、下調べですよ。これ、こっから、2年目、3年目が、やばい。しかも、ターゲット一つに絞ってるから、やりやすいですね。はい、最後にアウターを聞きたいですね。ね、評価聞いてから終わります。何のご用でしょう。
なんか変わってるでしょ、ちょっと表現が変わったような気がする。違ってね、何の声でしょう、ちょっと変わったでしょ、変わったでしょ、変わったような気がする、変わったよね、変わったって言って。ここスイート館、はい、いいですよ、徐々に変わってくるからね。え、わかりました、約束したよ。3日後です。ちょっとここでセーブして水族館やって、それから、まあ、水族館終わってもう1周やって、4月に入る前にセーブして評価を聞いて終わりましょう。まだここはセーブしない、用紙を上げてね、用紙上げないとね、どんなに評価感度があっても変えられちゃうね。おしゃれな格好大事ですよ。ピポピポパポポって、今や東京とか客単地の効果音だものな。そうなんだ。あ、バンハー、今帰り、こんばんは。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし、一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし、私のガラスのハートはもう粉々に砕けて再構築された。ごめんね、さよなら。もういい、この超高難易度の。さあ、キサラギさん、僕はキサラギさんのために生きる。いいえ、私も今来たところですから。遅れなくてよかったよ。もうすっかり春ですね。春ですよ、眠くなる季節の到来。それでは中に入りましょうか。もっと会話をね、楽しみたいよね、もうちょいね。ただ登場人物が多いんで、目盛りの関係で。イルカのショー面白かったですね。面白かったですね。哺乳類なんだよとか、どこだ、こっちこっちだろうね、はい、そうですね、感心してしまいますね。今日はとても楽しかったです。今度また。ちょっと変わったよね、ちょっと変わったよね、表現ね、変わったでしょ、なんか変わってる気がしない？はい、もちろんです。マイクラのガラス並みのシルビシのハート、あれ固くね。なんかちょっと変わったよね、変わったよね、変わったよね、表現変わったでしょ。途中まで一緒に帰りませんか。いいね、30分でいい感じになったじゃない。途中までアグレッシブだね。よかった、変わった、変わった、変わってきたよ、やったね、次回が楽しみでしょ。あ、続くんだみたいな。いや、続ける続ける、どっかでやる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 、どっかで絶対時間取るし。変わったね、変わったでしょ。おっとね、変わった変わった、変わってきたよ、これ評価聞くしかないね。まあ、とりあえず、ちょっと今週また予約から、夏休み中にね。で、来週、で、セーブして、来週、評価を聞いて終わりにしよう。変わった変わった。ただね、あんまね、他も、録画ソフト何使ってる？これは、オープンブロードキャストソフトウェアですね。OBS、それで調べるんだ。ショイチです、どうも、ショイチです。何のご用でしょう。ちょっと変わってるね、声とかね。春休み中になんかちょっと出てしようよ、ガン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 押していくよ、花見がね、近所の公園ショッピング、花見をしたいんですよ、私は。あんま同じとこばっかだとあれだからね、コンサートとか好きそうじゃないし、イベント花見やりたい、花見行こう。美術館とかもいいけどね。ごめんなさい。オープス。その日はオープス。約束が。あ、そうなんだ。せっかく誘っていただいたのに。ありがとうございます。ごめんなさい。せっかく誘っていただいて、ちょっと親近感湧くでしょ。ね。ね、ちょっと変わったでしょ。さあ、ここでセーブをします。で、次の週、評判を聞きましょう。
64でいいかな。次回はここからで、あとはまあここに適当に何でもいいです。これなんだろう、雑学吉本。あ、それ下がるんじゃん、雑学。おお、いいねいいね、覚えた覚えた、ストレス下がったよね。雑学これ重要だね、今度からそれ使っていこう。そんなわけで評価を聞いて終わりです。まさかね、このね、なんだ俺からじゃ不満か、当たり前のこと聞くなよ。そういえば、フォロワーあと3人で300人になりますよ。おお、ありがとうございます。びっくりですね。素晴らしいです。感謝、感謝。目指せ、1万人。でかく出たな。でかく出たな。いやいや、そういう目標は大きくいきましょう。評価か。ちょっと待ってくれよ。ありがとうございます。ほら来た来た、あれ何気にしおりも評価が上がってるけん、おほらほらいい感じになってきましたね。イエイエイ、なぜかあんまり何もしてない、まあ、プレゼント効果かな、ちょっと真ん中に行きました。ね、いい感じいい感じ。これ次回はこの辺までいける、こっち、ここまでは多分ね、次回は厳しいと思うんだ。一つずつ上げていきたい。ね、今までそっけなかったでしょ？それは徐々に変わってくるわけですよ、これで。ちょっと上がった。ね、もうこんなの、もう、あれ見たばっかりだ。しおりの一応趣味だけ見とくか。ちょっと待ってくれよ。藤崎と、あったあった、耳がポチってよく聞けよ。これがストーカーの走りです。元祖でね。もう一つ注意して見ていただきたいのは、電話番号これ7桁でしょ、これも携帯電話じゃないし、市外局番がつく前の話。じゃあ市外局番じゃないや、あ、東京だと、東京の話なんですけど、頭に3がつく、3かな？ここから激おこぷんぷんになるとは誰も予想していなかった。頭に3がつく前の話とか、そんな感じですね。時代がちょこちょこ違いますね。趣味は音楽鑑賞、特にクラシック、成績優秀、スポーツマンの何でもできますから。だけど文芸部っていうね。女の子の情報なら俺に任せてくれや。そんな感じでございました。テクニックメモリアルを、おまけ会でやりました。まあ明日は何やるか、またちょっと事前にやることは決めてから動こうと思います。そんなわけで今回の生放送はリハーサルです。明日からのリハーサルをやりました。明日はこういう形で10時から11時ですね、に一つ、まあ今回明日の場合はユーロトラックシミュレーターをやります。で10時から11時で11時から30分、まあちょっと10分ずれてますけども、まあそのちょっと準備とかね、いろいろ組ませては、まあ何をやろうかちょっと事前に決めておきますけれども、その辺で、木曜日はあ、その木曜日はマインクラフトです。着火ファイヤーになるんですね、我々。いやです、ここから私はどんどん出れさせますから。スーパーガムチャッカ、いやいやいや、本当にね、あれね、結構ね、激起こされるとね、結構ね、辛辣ですよ。本当に。このゲーム。だからね、できれば、そんな感じでございました。それではですね、これから定期生放送、明日からやりますんで、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。明日からが本番だ。炎上。いやいやいや。
ガンオンはどうでしょうね、まあ、対人ゲーとして枠を取っているのは金曜日なんで、そこでもしかしたら出てくるかもしれません。火曜日はね、お疲れ様です、はい、お疲れ様です。できればタイムスケジュールをチェックしてほしいです。まあリンク貼っと貼るようにしますので。お疲れ様でした。はい、まあちょっとご認識くださいますけども、お疲れ様でした。こちらこそよろしくわら、うん、明日からが本番。ほんま、これもある意味私もこの枠本番ですから、絶対ね、絶対ね、ときめもどっかに入れるからね。覚悟しとくよみたいな。覚悟が必要なんだみたいな感じでございます。それではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。シルビでした。